日本歌謡大賞は1970年から1993年まで開催された日本の音楽に関する賞である。略称は歌謡大賞。主催は TBS 以外の放送局8局が結成した放送音楽プロデューサー連盟。毎年富士テレビ、日本テレビテレビ朝日、テレビ東京、日本放送、文化放送、RF ラジオ日本。 FM 東京が協力制作し、放送は、その参加テレビ局が年代わりで担当した。番組名は、輝け。日本海洋大賞。TBS テレビは1969年の大晦日に日本レコード大賞受賞式を生放送し、高い視聴率を得るようになった。これを見た、TBS 以外の他局は制作法英検の各局持ち回りを提案するも、 TBS から誤示されたため、打倒レコード大賞を目標にして集結し、1970年7月4日に放送音楽プロデューサー連盟を結成、2日後に日本歌謡大賞を制定した。第1回受賞式は1970年11月9日に開催されるもテレビ中継されず、東京ヒルトンホテル真珠の間で放送音楽プロデューサー連盟懇親会日本。 歌謡大賞受賞パーティーが開催された。その模様は VTR に収録され、総集編や名場面などの映像素材に用いられている。また、同日放送の NNTV 紅白歌のベスト展内で表彰式を行い、受賞者が出演し歌唱した。司会は、第1回から3回までは、前田武彦が担当。第4回から終了までは、高島忠夫が担当した。 1971年の第2回から全国ネットで放送されることとなったが放送枠が確保されずに当日の生中継ではなく後日録画放送の地域も参見された。1975年の第6回までは通常番組を休止して放送し、1976年の第7回から日本テレビは木曜スペシャル。 富士テレビは火曜ワイドスペシャル枠で、テレビ朝日は1982年の第13回まで、水曜スペシャル、1986年の第17回は、新、水曜スペシャル、1991年、第22回は、金曜19時30分21時54分で、東京12チャンネルは通常番組を休止して、1992年、 第23回は火曜ゴールデンワイド枠でそれぞれ放送していた。なお1978年の第9回から音声がステレオ化された。また、1992年の第23回テレビ東京制作会はクリアビジョン放送を実施した。1988年の第19回は昭和天皇のご用体を配慮して開催せず。 担当予定の富士テレビが総集編を放送した。翌89年の第20回から放送時間が3時間に拡大、ただし局の都合で放送時間が2時間半になることもあった。これ以降は歌手側もショーを辞退する事例が頻発し、番組視聴率も低下する。1994年4月26日に主催者の放送音楽プロデューサー連盟は総会で、 日本歌謡大賞の開催取り留めを正式決定し23年間の歴史に幕を下ろした。当時の日本歌謡大賞運営委員長の吉岡正俊によると歌謡という言葉で1年を振り返る音楽を捉えることの限界を認めたという。番組オープニングとエンディングにはほとみ孝吾作詞、広瀬健次郎作曲。 前田則夫編曲のテーマソング、日本歌謡大賞参加が、東京今成合唱団のコーラスで放送されていた。1977年7月9日放送の、第8回日本歌謡大賞新人祭りにおいて、審査員投票の結果が、放送前に外部に漏れ、1977年7月7日付の、スポーツ放置で取り上げられた。投票結果と、 レコード売り上げ等の実績との乖離が著しいことが疑問視され、投票権を持つのが放送局関係者であることから、放送局傍系の音楽出版社が楽曲の権利を持つ歌手が優遇されているのではないかという疑惑が生じた。放送当日に再投票を行い、入賞を上位10組から31組全員に、番組内で歌う歌手を10組から18組に、 拡大することで対応した。各賞の選考は口述される。放送音楽プロデューサー、連盟加盟在京テレビラジオ発射と巡回員の投票で、放送音楽賞、放送音楽新人賞が決定され、最終審査で対象をはじめとする各賞が決定される。受賞者と受賞曲目を司会を読み上げるのが通例であった。第4回では、 受賞曲の前奏部で読み上げ、第8回は受賞者の顔写真をスクリーンに投影するなど趣向を凝らした発表もあった。視聴率は関東地区ビデオリサーチ調べ。ありがとうございます。